水俣まで来たんで水俣川にちょっと寄って見てるんですけど、見て鯉のぼりが保育園のかな、なんかいろんなとこ出してるの、いい感じに鯉のぼりがドゥワーッと並んでます。いいね。Good Air.com インターネットラジオ Good Air.com presents九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラブスティック。表は閉まって見えるけど奥に行くとあるんだね。ここが水俣で有名な三木もなか。うわー、ここ止めるのは確かに大変だね、うん、おー、なんかおしゃれ。ここか。おー、すごい人いっぱいいる。ギャラリーみたいになってるね、うん、へー、あ、ここで待ったりできるのね。すいません、家庭用を4つ欲しいんですけど。はい、ありがとうございます。バラで4個ですね。はい、はい、お願いします。バラで4個で760円の、はい、はい、すいません。はい、ありがとうございます。それじゃあ760円、ちょうどお預かりいただきます。待って、どうも。こちらがバラで4個です。はい、どうもありがとうございました。めっちゃ早いあ、こんなもん置いてある。これうち欲しくない？こういうの。あ、なんだ。あ、ここもだからご休憩どうぞってことですね。冬は火入れてくれてるっぽい。お、こっちにもなんか切り絵だ。へえ。さあ、というわけで三木もなか生まれて初めて買ってきました。柳屋本舗三木もなかでございます。初めてだよね。まあ、初めて来る人はですね、あの奥側にお店があるんで、ちょっとね、あれ閉まってんのかなっつってね行っちゃう人もいるかもしれませんけど、まあ、大体外側から見たら閉まってるみたいに見えるところの裏側にあります。というわけで食べていいですか。はい、じゃあこちらが三木もなかです。ミキって書いてあるおばあちゃんの名前なのかな。確かそうだった気がするんだけど、なんかいろいろと逸話があるみたいなんですけど、すいません、詳しくは調べてやりません。ではそんなミキモナカをちょっと初めてね食べさせていただきます。せっかく水俣来たらやっぱねこれは食べとかないかんということで、うわー、ぎっしり、ちょっと周りのもなかの香りもすごくいいし、袋の上からもいい匂いしてるね。じゃあ食べてみようか。いただきます。結構ねしっかりしてる。そんな簡単にこうなんて潰れたりとかしないようなやつになってます。いただきます。なん、待って、え、待って、ちょっとこれいいいい甘さのすっごいしっかりしたあんこが、うまって、これうまっ。え、これなんて言えばいい、なんて言えばいい、これしかもこれパリっていうのある、なんて言えばいい。口に入れた瞬間さ、うんうん、もなかの香りがふわーっ、うん、そう、それは分かる。香ばしい感じ、それとこのあんこがすごく合うんだよね、うん、本当だ、ちょうどいい甘さね。甘すぎない、甘すぎないし、しかも食べ応えがある、そういうあんこになってますんで、これありだね。うん、うん、美味しい、うまい。まだ行ったことないって人はぜひ食べてみてください。1個190円うん、バラで買えます。バラで買えます。で、お土産用とね、家庭用とかもあってね、他にももちろん羊羹とかあるんですけど、感染対策もすごいびっしりとね、ビニールしてあって完璧だったんで、ぜひ皆さんお試しいただきたいと思います。
ミキモナカでした。まあ、Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことは、インターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。